久保さんの動画がね、終わったら、またこう、なんか、次、なんか、また動画が再生されて、再生されたらこが出てきてね、大、あの、大腸がんの初期症状5選っていうね、で最近この1、2週間ですね、ここになんか違和感があるんですよ。で、まあ、生活に支障はないんですけど、違和感があって、チクチクしたりとか、なんですかね、ここあたりですね、 なん何な,なんだろうっていう。で、この前、その、金麦研究所っていうライブをしてて、まあ、メンバーの方にも、なんかその、検査してきたみたいなね。あの、で、ひ健康診断して、引っかかって、で、精密検査するみたいな感じで、もしかしたら、がんかもしれないみたいな、なんかそういうのがあって、あれ、俺もあれなんじゃねえかな、みたいな。ちょこれからちょっと研究しようかなと思うんですけど、<laughs> まあ、まだ動画見てないんですけどね。でもね、これすごいですよ、久保さん。 あのこの動画、どれぐらい再生されてるかっていうと、え放置かい、放置ダメ、放置解禁、94%は助かる大腸がんの初期症状5000、842万回。これ1年前にアップロードされてますけど、800万回再生されてますね。すごい。すごいですね。<laughs> 800万回再生されてます、うん。だから、まあちょっと思ったのが、 大腸がんじゃねえかシリーズいいかもしれないですね <laughs> 病気になっても金かなかかかりますからね、うん、そう病院病院僕好きじゃないんでね、うん、でなんかそのなんですかねその大腸がんになるまあ僕もまだ詳しく調べてないですけどその大腸がんに なるののってその欧米か欧米のその食事が進んだことによってなんか大腸がんになる傾向があるみたいななんかそういう情報がちょっとあったりとかしてまあ、食生活を振り返るとあんまり僕飯食わないんですけどやっぱねポテチとかお菓子食べるんいっぱいいっぱいお菓子食べるんですよねでポテチって食塩じゃないですかなんかまあそういうのもちょっといろいろ調べてみようかなとで調べたのをまたアウトプットしていくっていう <laughs> なんかねずっと違和感あるんですよねなんかチクチクするというか,だから朝,朝起きてもだお酒も今ちょっと抜いてるんですよこの3日ぐらいお酒ちょっと抜いて毎日その晩酌で晩酌というか 1, 1日1本ぐらいビールを飲んだりとかしてたんですけど、まあ、ちょっとそれも今抜いてちょっとテストしてます <laughs> でも今お酒抜いて3日ぐらいなんですけどなんですかねまだ朝起きても なんかちょっと違和感あるし、ただ意識がそっちに行ってるんで、なんか気になるっていうのもあるだろうし、うん、まあ、ちょっと、いろいろこれから調べてみます <laughs>。その初期症状、見たくてしょうがないですね。初期症状、どうなんだみたいな <laughs> うん。やっぱね、でもちょっとね、健康、ま健康じゃ健康、なんか今、 あのこういう状況になってねやっぱ健康って大事だなっていうのはすごくね改めて実感しましたねなんか朝起きた時のその爽快感というか最近その朝起きたあ朝がね重いんですよ、まあ、寒いっていうのもあるんですけど朝起きた時の爽快感というかまあすぐこの稼働するなんか布団からこう出てすぐ稼働してこうアクティブに動くっていうのがなんかそ,それがあんまできないというか。 うん、なんかそのスイッチングが遅くなった。もちろん僕はああの動画すぐ撮れるんですけどね。動画ぐらいはすぐ撮れるんであれなんですけど、なんですかね、布団から起きるときのその感情のスイッチングが、なんかその、前に比べると遅くなったなみたいな、ちょっと重いというか、なんかここら辺が重いんですよね。なんでちょっとお菓子とかもね、ちょっと控えようかなっていう。うん。そう、うん。まあ健康やっぱ、 体が調子悪いと、あれですね。なんか楽しめないというか。やっぱその人間の問題っていうのは金の問題と人間関係と健康の問題ですね。これ強いっすね <laughs>。<laughs> やっぱこの三大要素っていうのはあれですよね、うん。まあちょっとまあ続くようだったら、まあいろいろこれからね、大腸がんに関する情報を調べて、あの発信するとのと、あとはまあ 続くようだった、まあ、病院行って検査するってことですね。うん、なんかチクチクするというか、なんですかね、なん、なんか違和感あるんですよ。うん。そう。うん。前も僕は肺、肺気胸っていうのにかかったんですけど。まあ、それもなんか。あのー。 年だななんか階段とか登ってると贅波してなんか年取ったなとかあと風呂入るときに風呂入るときになんかそのちょっと水圧というか変わるじゃないですかでなんか風呂に入ると肺が締め付けられるみたいななんかあってでもなんか年取ったことかなと思って放置してたんですよで放置してて で僕がその昔、その幼少期に大きい手術、尿,尿管逆尿管逆流疾患という病気で、尿が逆流する病気で、まあ、大きい手術をしまして、あの腎臓か肝,肝臓かが1個ちっちゃいんですよね、まあそれもどうなのかな、それでまあ30歳ぐらいまで、まあ、1年に1回ぐらい、大学病院に行ってたんですよね、でエコーを取ったりとか、まあ検査したりとかしてたんですけど。で 1>, あのまあ、その1年に1回ぐらいの,その別枠ですよね、自分の持病というかね、それで検査を行ったにそに、その次の日か、大学病院から会社に電話があってあの、今すぐ来てくださいと、今すぐ来てくださいみたいな、今すぐ来いとか言って、ね、病院から今すぐ来いってなかなかないですよね、ですぐ手術ですと、でえみたいな、いや、仕事がみたいな。 いや、これで医者,に医者に言われたのが医者に言われたんですよ、久保さんそう、まあ。お風呂に入れって言われてますけど、医者に言われたのが仕事と命どっちが大事なんですかって言われて、医者にね、仕事と命どっちが大事なんですかって言われて、まあ、すみません、命ですみたいな。<laughs> じゃあ、すぐ来てくださいみたいな。で、次の日、すぐ入院して、で、すぐ手術したんですよね。そう。だからまあ、 なんかもう肺がもうすげえ縮んじゃってち、もうちっちゃくなってったみたいなんですよね。でも自分としてはなんか年取ったのかなっていう、ね、息苦しいなっていうのはね、年 <laughs> 取ったんじゃないかなみたいなね。そんなことが昔ありましたね。うん。そう。やっぱね、なんすかね、あの、健康って大事っすね。<laughs> うーん。 なんか健康な状態だと健康に対してのなんか意識っていうのが全然いかないじゃないですか。だって健康だし当たり前だし。髪の毛もそうで、髪の毛がふさふさの時って別に髪の毛心配しないけど、髪の毛が薄くなって抜けてくると、ああ、髪の毛が <laughs>、みたいになるし、人間ってやっぱわがまますね。そしてあと、そういうことにやっぱ、なんですかね、あの人生を変える、大病と、な、なんですか。 なんかありましたよね。3つの T か、大病とな何だかな、人生を変えるみたいな。うん。まあ僕も40ですからね、あと健康診断は全然最近行ってないので、うん。はい。まあどうなるかっていう感じですね。ちょっといろいろと今日調べてみたいと思います。行ってらっしゃい。